はじめまして、俺たちがアイドリッシュセブンです。用意してもらいたいものがあります。トリガーのアリーナツアー東京公演のチケットです。あ、俺、この人、俺、双子のお兄さんがいるんだ。九条天。ファンを心配させるような無様な姿を見せない。瞬間瞬間に最高の価値を与えられないならステージに立ってる意味がない。歌いたいです、俺も。電車が止まると退屈じゃん。暇つぶしなってやろう。ありがとうございます。アイドリッシュセブンでした。七瀬さん、できたじゃん。本番のライブと同じだけの時間。俺には。七瀬さんは呼吸器系の病気を患っているんです。まもなく開場します。俺歌うよ。一人一人に届くように、みんなと一緒に。瞬間瞬間に最高の価値を与えられないなら立ってる意味がない。だってか。テレビ出演の依頼？すみません、断ってくれ。やる。玉木くん。なんでだよ。二人じゃ意味ないだろ。君たち二人をデビューさせる。二人だけ。一度だけチャンスをくれ。社長の望む知名度に俺たちが到達できたら、最初から7人でデビューさせてほしい。叶えたいんだ、神様。スケジュールの変更があって、あと15分で出番です。七瀬さん、やっぱり発作を起こしかけてる。あ、世界が変わるのを待つより、僕らが未来を手にすればいい。あなたたちに合わせる顔がありません。みんなの夢を一人で台無しにしてしまった。ここにあるミュージックボックスにコインはいりません。聞かせてと誰かが言えば何度でも蘇ります。月が満ちるように、朝日が昇るように、私たちのハートビート、決して決して耐えることはありません。それではマネージャー、魔法の言葉を。Please.